元気大好き元気女子プロンです。今回は網膜写をピロリますよ。初めて聞くメーターさんですが、これはボマグと読むんですか？ BOMAG で、ボーマクと呼びます。ボーマクは1957年にドイツでカール・ハインツ・シュワム・ボーンによって設立された道路機械のメーカーで、道路機械では世界トップなんですよ。ちなみにボーマクはボッパルダー・マシンバウ・ゲゼルシャフトの頭文字なんですよ。意味はボッパルト機械株式会社みたいな感じです。道路機械って振動ローラーやアスファルトフィニッシャーだよね。世界トップってすっげー。1962年に世界初の7トン振動ローラーを発売しました。世界初？すっぱらしい。1970年頃に網膜社の日本法人である網膜ジャパンを設立し、日本での販売、修理などを開始したんですよ。ちょっとこれを見てください。網膜製の振動ローラーですな。かっこいいっすね。顔がキリッとしていてやる気満々って感じっすね。ん？はぁ？なんでコベルコってなってんの？これは網膜社製の振動ローラー EW115AC のカタログなんですが、なんとコベルコが販売しているんですよ。なんで網膜ジャパンが販売してるんじゃないの？約50年前より網膜ジャパンが販売終了していましたが、網膜社がコベルコへ、網膜ジャパンを撤退させたいので日本国内の販売修理を代理してくれませんかとなって、それをコベルコが受けて、2010年より網膜製品の国内唯一の販売総代理店としてやっているんです。へえ、コベルコは他社製品を販売してるんだ。そんなこともあるんだ。ただ網膜社の全ての製品を販売しているわけではなく、振動ローラーやハンドローラーなどの電圧機械のみを販売しています。コベルコが販売代理している網膜製品にこんなのもあるんですよ。ローラー部分がゴツゴツしてて痛そう。この機械はレフューズコンパクタという廃棄物を圧縮する専用機械で、 BC772RB と言います。ホイールのツースと言われる尖った部分がゴミを破砕してガッチガチに圧縮しちゃうんです。ゴミを圧縮すると何がいいの？世界的に見てもゴミを廃棄する場所が少なくて困っている状態なんだけど、この BC 君でゴミを破砕圧縮すると原用といって、なんと通常の半分ぐらいに圧縮できちゃうのです。ということはこの BC 君を使えばゴミが2倍も多く処分できちゃうんだ。すごすぎじゃね？そうなんです、超すごいのです。あとこの BC 君は駆動システムが超パワフルで、45度の傾斜を登ってしまうらしいです。45度の傾斜ってよっぽどだよ。しかもゴミの上を走行するわけだし、転がり落ちそうで怖っ。いやいや、 BC 君の走行能力は半端ねえっす。網膜独自の4ポンプ油圧駆動システムというのがすっごいらしいですよ。はい、今回はここまでです。それでは皆様、バイバイ、またねー。